ジョン・ヘンリー、ジョン・ヘンリー、1975年から2007年はアメリカ合衆国の競争馬。高齢まで活躍し、6歳、1981年と9歳、1984年時にエクリプス少年度代表馬に選ばれた G1 競争16勝の北米最多勝利記録を持つ。馬名の由来はアフリカ系アメリカ人の庶民の英雄、ジョン・ヘンリーより、 ジョン・ヘンリーは1975年3月9日、アメリカ合衆国ケンタッキー州にあるゴールデン・チャンス・ファームで生まれた。幼少期のジョン・ヘンリーは体が小さく足は保、膝気味で気性の激しい馬であった。1976年1月にキーインランドで行われたセリー市で J ・キャラウェイに1100ドルで落札されたが、脚部の状態が思わしくなかったことを嫌ったキャラウェイは、 ジョン・ヘンリー転売することにし、翌1977年1月のキーインランドのセリージに出品、H ・スノードンが2000ドルで落札した。スノードンは、気象の激しさを改善するために、ジョン・ヘンリーを去勢し、気象の改善に成功したが、キャラウェイと同様脚部の状態が気にかかり、ルイジアナ州に住むマディアという名の知人に1万ドルで売却した。ジョン・ヘンリーは、 マディアの家の近くにあるジェファーソン・ダウンズ競馬場の旧舎に預けられることになった。ジョン・ヘンリーは1977年5月にジェファーソン・ダウンズ競馬場の未勝利戦でデビューした。デビュー戦を勝利で飾った後、年末まで10戦して2勝を挙げた。11月にルイジアナ州フェアグラウンズ競馬場のレースに出走するようになってからは勝利を挙げることができず、この傾向は 年は明けてからも続いた。1978年4月にキーンランド競馬場のレースで4着になった後、ジョン・ヘンリーは、スノードンの所有馬2頭と交換される形で再び、スノードンの所有馬となり、間もなく2万5千ドルで、サム・ルービンに売却された。ルービンにとってジョン・ヘンリーは、バッシュ、自身と妻のドロシーの名前を合わせた、 ドットサム級者の名義を使用になって初めて所有したソウマであった。ルービンへの売却後、ジョン・ヘンリーの成績は上向き始めた。特に芝のレースでの成績が良く、9月には重賞のラウンドテーブルハンデキャップを勝利している。1979年は11戦して4勝を挙げたが重賞を勝つことはできなかった。ルービンは当初ジョン・ヘンリーの本拠地を ベルモントパーク競馬場に置いていたが、1979年秋に西部のサンダーニタ競馬場へ移した。それと同時にジョン・ヘンリーの競争成績は上向き始め、1980年に入ると、芝の2000メートル以上のレースを中心に重症戦線で活躍するようになった。1月から2月にかけて G2G3 を3連勝すると3月には、 1> g 一の三塁レーステークスに出走し優勝。その後5月にかけて、サンフアンカピストラーノインビテーショナルハンデキャップ、ハリウッドインビテーショナルハンデキャップと連勝し、g 一を三連勝した。11月にも g 一オークツリーインビテーショナルステークスを勝ち、g 十四勝十勝七勝通算十二戦八勝の成績を収めたジョン・ヘンリーは、この年のシーズンに、テンパランスヒル、 スペクタキュラービットに次ぐ額の賞金を獲得し、エクリプス賞最優秀芝コースボバに選出された。1981年もジョン・ヘンリーの活躍は続いた。シーズン前半は、西部で走りサンターニタハンデキャップ、サンルイレーステークス、ハリウッドインビテーショナルハンデキャップと G1 e を3連勝。6月のハリウッドゴールドカップハンデキャップステークスで4着に。 敗れた後東部へ転戦し、前年2着に敗れた G1、ジョッキークラブゴールドカップステークスを勝つなど3、連勝した後再び西部へ戻り、オークツリーインビテーショナルステークス連覇を達成した。ジョッキークラブゴールドカップステークス優勝の時点で、収得賞金額は280万5310ドルとなり、スペクタキュラービットが持っていた世界レコードを更新した。 この年の成績は10戦8勝、10勝8勝、G16 勝で、エクリプス少年度代表馬、最優秀コバボバ、最優秀芝コースボバに選出された。1982年、初戦のサンターニとハンディキャップを繰り上がり優勝した後、三塁レーステイクスで三着に敗れ、体調不良により半年余り休養を取った。10月に復帰し初戦のカールトン会。 バークハンディキャップで3着に敗れた後、オークツリーインビテーショナルステークスに出走し、同レース3連覇を達成。11月には日本へ遠征して、第2回ジャパンカップに出走し、一番人気に支持されたが13着に敗れた。1983年は、始動が7月と遅く、5千二勝、2勝、10勝2 G11 勝の成績に終わった。年、 サンターニとハンディキャップと三類レーステークスで5着、3着と、敗れた後、ジョン・ヘンリーは、調子を取り戻した。5月6日に、G3 ゴールデンゲートハンデキャップをゴール、デンゲート・イールズ競馬場の芝2200メートルの、コースレコードを記録して優勝すると、9月にかけて、G1 を4勝する活躍を見せた。10月には、ニュージャージー州、メドーランズ競馬場で行われた、 バランタインズスコックラシックに出走した。このレースは、重症ではなかったが、ターフクラシックの優勝馬が勝つと50万ドルの、ボーナスが支払われることになっており、同競馬場、芝2200メートルのコースレコードを記録して勝ちした、ジョン・ヘンリーはボーナス獲得に成功した。バランタインズスコッチクラシック出走後、陣営は目標を、ブリーダーズカップターフに置いたが状況中に、右前足に、 クッキン,ンを発症し、出走を回避した。ブリーダーズカップターフには出走できなかったものの、この年の活躍は評価され、エクリプス少年度代表馬及び最優秀、シバコースボ馬に選出された。ジョン・ヘンリーは、約半年間の療養を経て、復帰へ向けて、調教を開始した。しかし7月上旬に、右前足のクッキン,ンが再発。 獣医師から感知の見込みはないとの診断を受け、引退を余儀なくされた。引退時の習得賞金は659万7947ドルに上り、アリシーバに破られるまで世界レコードであった。競争オーバーを引退したジョン・ヘンリーをめぐって、多くの牧場や施設が引き取りに名乗りを上げたが、同じ線場のフォア号が、つなぎようされていたケンタッキー州のホースパークで予選を送ることになった。 ジョン・ヘンリーは長生きをし、30歳の誕生日には、ファンや関係者150人が集まり祝福された。その後も元気に生活を送っていたものの2007年、秋頃から脱水症状などで体調を崩すようになり、2007年10月8日に安楽死の措置が取られた。32歳であった。他、アーリントンパーク競馬場の一角に、ジョン・ヘンリーを称える記念像が置かれている。 近親に活躍が目立つ馬は見られない。反妹、父ダストコマンダーのアインダストは、繁殖品馬として日本へ導入されたが、産空及び子孫に活躍馬はいない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。